お疲れ様です。疲れだけど、お前今からどこ行くんや。いや、今日はちょっとご招待したいところがありまして。ね、ご招待。ご覧ください、皆様。お前これフミヤのジムやんけ。え、何すんの。だってお知り合いですよね、もともと。仲いいけどね。いやいや、待ってるらしいんで、僕も全然聞いてないですけど、でもまあ練習もあるかなと思って一応練習着は持ってきてます。岡田選手、いよいよ入場でございます。やばいんじゃない。いや、いけるいける、大丈夫大丈夫。もう殴り込んでいくしかないし。いや、マジでこういうのいいわ。完全にオスでいくしかないし。完全にオスじゃねえよ、メスだよ。じゃあ入りましょう、お願いします。今からちょっと、やった